最近、レッドブルのクリスチャン・ホーナーが、2024年の F1 シーズンにおいて、経営陣が、ルイス・ハミルトンに対して、レッドブルでの参加に興味を示したと出張し、これに対して、ハミルトンが否定しているという混乱が生じている。ホーナーは、ハミルトン陣営が接触し、興味を示したと述べ、ハミルトンは、自身が連絡を受けていないと反論している。ホーナーは、ハミルトンが、レッドブルに対して興味を示したことは、珍しくないとし、 マネージメントととの連携が通常であると語った一方で、ハミルトンは、ホーナーの出張を否定し、自身が、ハミルトン陣営からの連絡を受けていないと述べた。ハミルトンは、古い携帯電話に、未読のメッセージがあることを発見し、新しい携帯電話でホーナーに返信したと述べた。この状況に関しては、まだ解明されていない点が多く、F1 コミュニティやファンたちが、今後の展開に注目している。矛盾した主張が交わされる中、 物語の真相がどのように明らかになるか、今後の発展に注目が集まっている。コメント。レッドブルのチーム代表、クリスチャン・ホーナーが、メルセデスのハミルトンが、レッドブルに、興味を示し、レッドブルに連絡したということをコメント。即座に、ハミルトンは、そのようなことは、なかったとコメント。これで収まるかと思いましたが、またホーナーがコメントしています。ホーナーは、ハミルトンが、 レッドブルに対して興味を示したことは珍しくないとし、マネージメントとの連携が通常であると語った。対してハミルトンは、ホーナーの出張を否定し、自身が、ハミルトン陣営からの連絡を受けていないと述べた。ハミルトンは、私は聞いていない、関係者は聞いているかもしれないが、とコメント。私は、最初から、ハミルトンの部が悪いと思っています。ホーナーがそこまで言うなら、法的手段に出ると言えばいいと思います。 おそらく言えない。まだ決着はついていないようです。どこまで行って、どのようなことになるのか。